このチャンネルはオーガニック栽培の家庭菜園において日々の栽培の作業や様子を紹介する元 IT エンジニアの Vlog です。最後までご視聴いただければ幸いです。動画概要 1. 玉ねぎの超極和製に発症した白色液病の動画です。今年は昨年末に25度近くになるほどの暖冬です。白色液病は市場菌のカビで、暖冬、排水性が悪い、雨が多いと発生しやすいようです。昨年末から雨も少なく、 水が溜まることがないので、原因は、断頭と土に埋没していた卵胞子なのか、脂腸菌は酸性になると増殖する傾向にあるので、少しでもアルカリ性にするために苦度石灰をまいて様子を見ます。今日の構成は下記の内容になります。2章は、元旦に超極和世の状況チェック。3章は、超極和世の病気の様子。4章は、苦度石灰の散布。5章は、4日後の超極和世の様子。6章は、 超極早瀬の白色気味発症の原因考察。第一章今日の畑。今日も日中は暖かくなりそうです。第二章元旦に超極早瀬の状況をチェックする。 年末に病気の傾向が確認できたので元旦早々、畑にやってきました見かけは元気そうに見えますが、どうでしょうか第三章超極和せの病気の様子やはり、葉の一部が白くなっていますこの株も白くなっています小さな苗は枯れてきています 白くなって枯れていく感じです。元気な葉も白くなってきて、葉が折れてきています。第四章、ク石灰を撒く。糸状菌のカビは酸性になると繁殖する傾向にあるので、クド石灰を撒いてアルカリ性にします。今日は4メートル毎秒の風があるので、風上側から撒きます。四条菌は pH 8以上にならないと活動が弱くならないのですが。 駆土石灰で少しでもペ pH を上げるようにします今日は北北西の風です特に病気が広がっている株には駆土石灰の上積み液を噴霧してみます転着剤を入れないと駆土石灰の上積み液は葉につかないかもしれません上積み液の噴霧も気休めかもしれません 九度石灰の散布と上積み液の噴霧が終わりました多少ペイハーが上がるので病気の拡散防止に期待しましょう上積み液を噴霧した株はペグで目印をつけています 第小戸石灰をまいた4日後の超極わせの様子元旦から4日後の1月5日の様子はどうでしょうか今のところはひどくもなく4日前と変化はなさそうです。 第6章超極わせの白色疫病発症の原因考察」1>, 1これまでの経緯9月11日に元肥を入れて畝を立てた後に太陽光マルチを張って畝を消毒する10月29日に太陽光マルチを剥がして黒マルチを張る10月29日と31日に超極わせの苗を抵触する12月2日と17日にもみがらをまく12月17日時点では苗に病気発症の痕跡はなかった。 12月29日の早稲の追肥時に超極早瀬の苗はまっすぐに立っておらず花が開いた感じで葉の真ん中が白くなっている苗もあった2白色疫病と対応1月1日の元旦に超極早瀬の様子をチェックしたところ白色になっている株が少し広まっている様子であった四条菌は酸性を好んで繁殖するので手持ちの苦土石灰を散布して特に広がっている株には苦土石灰の上積み液を噴霧した 1>, 1月5日にその後に様子を確認するが特に目立った変化は観察できていない3白色疫分発生の原因考察畝は太陽光消毒しているので土壌中には四条筋はいないか少ないはずであるもみ殻を巻くまでは元気だったのでもみ殻に四条菌の卵胞子が潜んでいた可能性があるもみ殻は1年前のもので畑で保存していたため四条菌の巣になってしまった可能性もあるもしもみ殻が,が原因とすれば ワセ、中手にも巻いているので、全体に白色液量が拡散する可能性がある。もみがが原因でない場合は、弾頭による発症が原因とみられる。しばらく様子を観察することにします。第7章コーヒーブレイク昨年末に25度近くの日があり、今年の冬は本当に弾頭のようですね。 今年が断頭であれば早瀬や中手にも病気が発生するかもしれません四条菌にも色々な俗があるようで少し勉強しないといけません四条菌も生物と共に長い地球の歴史に中で進化しておりなんとか命を繋いでいこうとしています目に見えない微生物や菌のおかげで人間が生きておれるのですが野菜の病気だけは困りますねなんとか病気を乗り越えてたくさん収穫できるように